はい、こんにちは。サッパ TV です。今日ね、ご紹介したい商品がこちらです。精米機。これ精米機、あまり皆さん興味ないんじゃないですか？興味ないそんな人に今回この商品おすすめしたいんですよ。これね、何かよくわかんないと思います。精米機、精米する人もなかなかいないんじゃないかな。今の世の中、普通の一般の家庭で精米ってやらないでしょ。やらないんだけど、精米することに良さがあるんですよ。まあ、簡単に説明すると、これお米ですね。これ玄米なんですよ。皆さんがいつも食べてる白米、最初玄米なんですよ。玄米って見たことありますよね。なんかちょっと茶色っぽい米粒で、最近だとダイエットにいいとか栄養がいいとかそういうふうに言われてるんですけど、もともとはね、白米は玄米なんですよ。で、なんで精米するといいのか。精米したての白米って美味しいんですよ。なんで美味しいのか。白米の中にも新米ってありますよね。新米って普通のお米よりも最初の新米の状態っていうのは水分を多く含んでるんですよ。だから新米食べた時にもちもち感とかしっとり感が口の中で広がって、あと甘みもねあるし、それで時間が経つとお米が古くなってきて、まあ、新米じゃなくなると、まあ、ちょっと水分の量が減っちゃうんですよ。で、水分の量が減るとやっぱり食べた時に新米と比べて味は若干落ちてるんですよ。あとは保存方法、玄米から白米にするともうそこからどん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 劣化していくんですね。まあ玄米のままでも劣化はするんですけど、白米と玄米をそのまま同じように保存したら劣化具合は白米の方が早いんですよ。だから玄米っていうのはね、白米が服を着てる状態、服を着てコーティングされて、この外の空気から守られてる状態なんですよ。白米になるとどん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 空気と触れて酸化していっちゃうんですね。それで水分もそこから飛んで味が落ちちゃうわけなんですよ。新米と白米食べれば全然味違うのは多分わかると思います。食べたことありますよね、新米と白米。全然ね、この食べた時の水分の量、もちもち感が違うんですよ。なので今回このアイリスオーヤマの銘柄純米好き、このアイリスオーヤマの精米機で、こちらのね、玄米を精米して食べたら美味しいんですよ。なのでスーパーでね、お米を買った時に玄米のお米を買って家で精米して食べてみてください。味が違いますから。まあ、めんどくさいっていうのはあるんですけど、まあ、そこは今回置いといて、この味の違いをね、見てもらいたい。でね、今回ね、お米をいっぱいいただいたので、農家さんからお米をこんなにいただいたので、今日はね、玄米を精米して白米を食べようと思います。お値段言ってなかった。こちらの商品は Amazon で今7981円で販売しています。で、精米機って結構高いんですよね。僕もいろいろ精米機いろいろ見たんですけど、ヤマダ電機とかね、大手電化製品の精米機見たんだけど結構高い。だから買うならね、 Amazon がお値段的にも買いやすいと思います。ヤマダ電機のはね、ほんとね、2万円ぐらいしてたかな。それじゃあちょっと開けてみましょうか。それじゃあ開けていきましょうか。じゃあ開けます。オーブン、中には説明書、よいしょ、はい、これですね。大きさ的には炊飯器と同じぐらいじゃないかな。アイリスオーヤマの精米機。じゃあちょっと全体を見てみましょうか。大きさはね、あれ、今ポキポキって下が吸盤になってますね。下の裏の面に動かないように、落ちないように吸盤が4つ角についてますね。この後ろにコードがついてますね。本格精米、ボタン見えるかな。こうスタートボタン、これ1号から5号まで7分5分3分、ぶつきコース、使う方のお好みでここはコースを選ぶことができます。あとね、おすすめポイント、銘柄選択ボタンがあるんですよ。この銘柄選択っていうのは、お米の品種を選択できるんです。コシヒカリ、秋田小町、つや姫、
夢ぴかり、一目惚れ、日の光、これだけね、銘柄を選択できる。これ嬉しいですよね。上がこう蓋がついていて、ロックされてるので、こうねじるとロックが外れます。で、こうまた開くんです。お米の計量カップがで、こうなってますね、中が。あ、これも取れる。どこまで取れるんだ。あ、これも取ってついてる。あ、こんなに取れるよ。これも洗えるってことはね、結構こういう機械ってお掃除ができるかできないかっていうのが結構ポイントになってくるんですよ。特にね、この精米機っていうのは米ぬかをこうやって精米して取ると、ぬかがね、中に出るんですよ。あの粉みたいな。それがやっぱり汚れちゃって掃除ができないと嫌ですよね。これでちゃんと掃除できますね、これなら。これからね、実際玄米を入れて精米して食べてみよう。さっき説明で蓋取れますねって言ったんだけど、さっきここまで取れますって言ったんだけど、この下も取れる。だからもう完璧掃除できるね。ほら、じゃあちょっと説明書を見ながらやっていきましょう。じゃあまず電源を入れます。はい、これ電源入れるとね、光って電気が来てますね。玄米2合やろうと思います。おお、ここに書いてあるコシヒカリとか北小町とかツヤ姫とか書いてある以外はどうするんだっていう話をしてたんだけど、この機械のここに書いてある品種以外を入れるとしたら、説明書に全部書いてあります。ここの機械にはない品種がここに書いてあって、その品種を入れるときはこの右側にね、このボタンを押してくださいって。その品種だったらコシヒカリ、別のここに載ってないやつだったら一目惚れとか、対応するお米の銘柄選択があるので、だからほとんど使えますね。大丈夫です。2号なのでもう1個入れます。玄米を入れたらモード選択をします。で、モード選択はここですね。で、これちょっと分かりづらいんですけど、モード選択って押すと、この今ね、麦芽米のところで光って白米磨き、無洗米とあるんですけど、もう一回押すとライトが消えます。この今消えてる状態が精米の、玄米の精米のモードになります。普通の標準のモードですね。精米はライトが消えてる状態で、次は精米の度合いを選択する。3部か5部か7部か純白米か、これもそこうやってつくんですけど、これもね、ライトが全部消えたのが白米の種類になるので。で、銘柄選択ですね。これね、農家さんからもらったからちょっと定かじゃないんだけど、多分コシヒカリって言ってたような気がするから、コシヒカリで、これこうやって押すと、またコシヒカリ合わせます。そしたらこの何号入れたかですね。今回2号入れたので2に合わせます。で、もちろん蓋をして、蓋をします。で、こうね、右に回すとロックがかかるのでロックしておきましょう。大惨事なのかもしれないから。そしてですね、スタートを押すんですけど、これ時間もね、ちゃんと書いてあるんですよ。だいたいどれくらい時間がかかるのか。1号だと2分ぐらい、5号だと5分30秒ぐらいですね。一応これが目安、だいたい全部書いてあります。それじゃあスタートをしたいと思います。じゃあスタートをします。怖いな、なんかウィーンとかなんのかな。スタート。うん、おお、こんな感じ。すごいすごいよ、すごいすごい、米が回ってる。こんな感じで精米されるんですね。はい、今精米が終わりました。ちゃんとね、アラームがピーってなってね、止まりました。勝手にやっぱりだいたい2分ぐらいでしたね。ちょっとじゃあ開けてみましょうか。やっぱ白くなってるんじゃない、これ最初の頃より。開けます。おお、白くなってますね。白くなってるよね。これ比べてみようか。これ玄米、先ほどの入れる前の玄米どう？全然色違うね。ちゃんと精米されてますね。やっぱね、米ぬかがね、多分下に落ちてると思うんだ。どれぐらい米ぬかが下に落ちてる？あ、すごい、こんな感じだ。これですね、米ぬかがしっかり落ちてますね、下に。あ、でもね、取り外してお掃除ができるので大丈夫です。はい、というわけで先ほど玄米を精米して炊いたご飯がこちらです。
見た目はね、変わらないのかな、これ。普通のご飯と変わんないかな。まあ、ちょっと見た目はそんな大きく変わんないんだけど、ちょっと精米したてのご飯を食べてみようと思います。でね、ご飯のおかずに餃子とお味噌汁をつけました。じゃあまずご飯だけ食べてみようかな。精米したてのご飯。ねっとりしてる感じですね。じゃあいただきます。全然違う。これね、小麦の玄米なんだけど、この玄米でコーティングされてるから、やっぱりね、古いお米って結構パサパサしてご飯炊いてもそんなに水分を感じられないんだけど、これはね、食べるとふっくらしててみずみずしい。ご飯もね、こう噛んだ時にもちもちしてて美味しい。うん、美味しい。ご飯がもちもちで甘みもあって新米に近い味わ。古いお米とは全然違う。水分が保たれてて、こう品質が落ちてないお米の。やっぱり精米して食べた方が美味しいです、ご飯は。じゃあちょっとね、餃子も、これ冷凍の餃子なんだけどね、餃子もタレつけて、でご飯と一緒に、美味しい。そしてお味噌汁、美味しい。はい、というわけでアイリス大山の精米機のレビューをして、実際玄米をね、精米してご飯を食べてみましたけど、本当に美味しいです。普通に買って食べるお米よりも精米して食べた方が美味しいっていうのはこれで分かりました。あんまり皆さん精米機興味ないと思いますけど、まあ、精米機を使うとこれだけね、ご飯の味が変わるよっていう動画でした。はい、それじゃあそろそろお時間の方がやってきましたので、この辺で失礼したいと思います。さよなら。